イスラム戦線はシリア内戦の反体制組織の連合体。スンナ派のイスラム主義勢力であり、2013年11月22日に7つの組織が合併する形で成立した。これはシリアイスラム戦線同盟を発展的に解消したものである。イスラム戦線はサウジアラビアから軍事支援を受けている。主にシリア政府、アイソルと敵対し、自由シリア軍。 タハリール・アルシャームと提携している。ドイツの情報機関によれば、イフはトルコから武器の供与を受けているとされる。2012年9月、シリア内戦における反体制派の連合として、シリアイスラム解放戦線が結成された。解放戦線に参画した組織は以下の通り、解放戦線の後ろ身として2013年12月にスンナ派、 イスラム主義武装組織の連合対イスラム戦線が結成された。イフに参画した組織は次の通りである。最高指導者はシャームの高旅団の指導者、アフメドイサシェイク。結成当初、反対制派組織では最有力であった。日本の公安調査長はイフを国際テロ組織として扱っている。2013年12月にトルコとの国境付近で、 イフは自由シリア軍幹部を拘束し、同軍の参謀総長、サリム・イドリスはトルコ経由でカタールへと逃亡した。しかし、自由シリア軍はイドリスがシリアに泊まっており、イフと連携してアイソルト対抗しているとした。そして、実際にイフと自由シリア軍は同月中に再び連携することとなった。2014年初頭にはイフとアイソルトの対立が激化し、 戦闘が散発するようになった。2014年9月9日、イフの多くの幹部が爆殺された。イフはアイソルとの衝突が本格化して、以降は弱体化しているとされる2015年2月、穏健な反体制派の連合組織、ハズム運動などとともに、反体制派の連合組織、シャーム戦線に参画する。イスラム戦線の目的は、シャリアに従って、 指紋評議会が統治するイスラム国家を建設することにあり、大犠牲民主主義と世俗主義を拒絶している。ただし、イスラム戦線は民族的、宗教的少数派がシリアに居住することを認めている。ありがとうございます。